パラデーラは、スペイン、ガリシア州、ルーゴ県の自治体、コマルカデサリアに属し、マ、ま、タリベーラ・サクラ地区を構成する自治体でもある。スペイン統計局によれば、2009年の人口は2143人。住民故障はパーダレンス。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は99.28%。パラデーラは、ドゴ県の南部に位置し、 コマルカでサリアに属する。北側、パラモト、東がサリアとオインシオと、南がボベダと、西が北からポルトマリン、タボアーダ、オサビニャー王の各自治体と隣接。自治体の中心はパラデーラ教区のパシオス地区にある。自治体の西をミーニョ川が流れ、北部をロイオ川が流れている。最高地点はペナベントレーラ3832メートルで、 自治体の平均高度は600メートルである。自治体主張は、ガリシア国民党のホセマヌエル・マト・ディアス。自治体表議員は、ガリシア国民党、6、ガリシア社会党、4、ガリシア民族主義ブロック、1となっている。パラデーラは18の教区に分けられる。太字は、自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。